元イラストレーターで専業主婦の母が40代の頃から20年ほど絵画造形教室で絵を教えたり、小学校の講師として絵を教えています。授業の中で決して怒らず、子供のやりたいことを肯定することを徹底しています。その授業方法が功を奏し、子供から個人的に感謝の手紙をいただいたり、他の先生から教育方法について相談を受けたりしています。この赤の教育方法を多くの教育者に広く知らせるにはどんな方法が効率的でしょうか。結構その教育方法、要はその子供というのはひたすら褒めるだけで大丈夫ですよっていうのって、割と世界中いろんな教育論で言われてるんですよ。で、教育方法としてそれを知らないというのではなくて、教育方法としてそれができない人が多いんですよ。要はその自由にしていいですよって言ったり、言ったことをやらないやつとか、教室から出てくやつとか、隣の子供を叩くやつとかが出てくるんですよ。で、隣の子供を叩くやつはやっぱり怒鳴って叱らなきゃいけないよねと。でもいくら怒鳴ってもやっぱり隣の子供を叩くやつは叩き続けるんですよ。で、その時にそいつをつまみ出せるのかどうかとか、こう脅せるのかどうかとかではなく、ちゃんとそこでその絵が楽しいよねとか、他に楽しいものが、じゃあ絵じゃなくてもいいよと、じゃあもうゲームやっててもいいよ、何か楽しいことがあって人を殴る以外の楽しいことを見つけようっていうのを一人一人にちゃんと向き合ってやれるほどの時間がないんですよ。なので、学校のじゃあそのなんか生徒が30人とかいる中で、その一人一人にそんな5分も10分もかけてらんないんですよ。だってその一人に10分かけても30人いたら300分ですよ。無理。なので、その褒めてやりたいことを伸ばす、やりたいようにやらせる、自由にさせる、それが正しいよね、そうなんですけど、現実的にそれができるかどうか、で、学校はそういう構造なのかどうかっていう、そちらの構造の問題であって、教育論の問題ではないんじゃないかなと思うんですよね。で、割とその私立とかで、その伸び伸びやってる子どもばっかり集まりますみたいなところって結構あるんですけど、で、そういうところって、面接結構しっかりしてて、まず親が割とまともであるっていうので、伸び伸びしてたとしても伸び伸びの範囲が常識の範囲内であるっていうところはちゃんと抑えてる子を取るんですよ。伸び伸びやりますって言ってナイフ持ってきて、なんか友達切りつけるみたいなやつをまず取らないんですよ。え、だって伸び伸びやっていいんでしょみたいなの、やっぱ入れないじゃないですか。っていうのと、あと本当にやばいやつは私立はクビにできるんですよ。要は、もうこいつナイフ振り回してくれダメだって言ったら、はい退学っていうのができるんですけど、公立は退学にできないんですよ。なので公立でナイフを振り回すやつをのびのびさせますって言って、のびのびとナイフを振り回してたらアウトじゃないですかっていうのもあるので、その構造上不可能だよねっていうのがあったりするので、なので伸び伸びできる教育がいいよね、やれるといいよね、でも構造上できないよねっていう話なんじゃないかなと思ってます。